はい、どうもミゲールです。今日はですね FX3 の開封動画を出すという予定でございますが、仕事の関係でどうしてもですね職場でしか開封ができないということで、強引に仕事の手前で職場で開封いたしました。ということで早速この大きめの段ボールを職場に持ってきて開けております。まあ、とにかくね紙が多かったですね今回はね。段ボールの中の箱にたどり着くまでの紙がめっちゃ多かったです。はい、出ました。これがねびっくりしましたね。これまでのパッケージの箱と全然違う。これはここも含めて業務用っぽいっていうことなんでしょうかね。単なる茶色の箱にシネマラインと書いた FX3 の箱でございました。はい、そして早速開けまして、1個目、 USB ケーブルと、そして、紙説明書類ですね、製品サポートとかの。はい、そしてハンドルでございます。これがね僕の今回の一番の目的だったんですけどね、かなり軽めにできてます。そして意外とコンパクトでした。はい、充電器ですね、同じ充電器買ったばっかりなんですがついてきました。はい、そして本体がデーンときましたね。はい、 FX3 でございます。かなりずっしりしてますね。背面はこんな感じになってます。側面は α7S3 と同じボディの構成なのでおなじみのバリアングルになっております。はい、上部はこのような感じでネジ穴が3つ開いてますね。ボタン配置がかなり独特でございます。底部は、ネジ溝のみという感じで、はい、これは、バッテリーは α7C と同じもので、私としては流用しやすいんですごいありがたいなと思っております。そしてコールドシューのアダプターがついてたんですけど、多分これはハンドルの上につけるものだと思います。メモリーカードを入れようと思いますが、ここはレバーを下げて引っ張るという感じになってますね。2スロットタイプです。これも α7S3 と同じ規格ですね。はい、入れてパチッと締められる感じです。上部にはマイク端子と、ヘッドホン端子、ちょっと下開き忘れちゃったんですけど、下には、USB-C とマルチと書かれたマイクロ USB の端子がついてます。そして HDMI 端子ですね。ここがマイクロじゃないのがすごいありがたいなと思いますね。そして早速取ってみました。もうこの色合いの違いなんすかね、マジでほんとびっくりなんですけど、もうこれ何の設定もしてません。もうただレンズつけて、電源入れてレックしただけです。さっきまで撮ってたのはこの α7C です。レンズは 20mmF1.8 の G レンズをつけて撮ってました。それを全く同じレンズを、今度この FX3 につけて今撮っておりますが、こんなに違います。後から調べて分かったんですけど、デフォルトがもうすでに S シネトーンでした。PP11 の設定でデフォルトになってました。この映像は S シネトーンの映像になります。フォーカスの、感じもすごい、このまあフォーカスのこのスピード変えられるんですけど、もうデフォでかなりいいスピード感だなって、こうちょっとスッといく感じすごくいいですよね。どこまで近寄れるんだってぐらい結構いけますね。で遠くからずっと行ってもちゃんと追ってくれるという感じで、もう最高です。でちょっと指でなんとなく距離感測ってみましたが、だいたいこれぐらいですね。3センチぐらいかなまで寄れるかなっていうところですね。オートフォーカスが優秀なのは分かってますが、実感すると素晴らしすぎる。で最後に暗所性能だけちょっと確認したくって、部屋を真っ暗にして確認してみました。部屋の電気をすべて消します。IS49600、 明る、真っ暗ですよ今。今パソコンがついちゃったんで、今真っ暗です。肉眼だと全く見えない状態で、今 iPhone の明かりをつけると51200、 ISO 51200、 もう十分明るいぐらい撮れちゃいますね。さすが、めっちゃ
綺麗ですね。ノイズはどうなんでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いろいろ仕事してる中で撮ってるんで、ちょっとの素材しか撮れなかったんですけど、まず初日開封ということで、これぐらいで許していただければなと思います。ちなみに今 ISO4000-5000 あたりをうろちょろしてます。こっち側の明かりしかついてないんですけど、後ろはほぼ真っ暗な状態なんですけど、だいぶ明るく撮れてるなっていう印象ですね。いや素晴らしい。持った感じ重いかなって思ったんですけど、実際グリップが良くってあんまり重さは感じないっていう状態ですね。それよりもしっくり感の方が圧倒的に強いなと思いました。とりあえずこれから毎日ちょこちょこ撮っていこうと思いますので、これから FX3 の映像を楽しんでいただければなと思います。この動画いいなと思っていただいた方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。じゃあねー。